かよこです。さあ今日は去年やりました画伯企画の第2弾をやります。今回はマネージャーさんにお題を出してもらって、国民的キャラクターを私が書いていきます。では早速レッツゴー。ピカチュウ、この色だよ。でも待って、あ、分かったかも。ちょっと待って待って待って、分かった。こういう輪郭で、ちょっと体はちょっと分かんないんだけど、こういう感じだった気がするな。確かなんか黒もあるんだよね。こういうラインスタンプも、ピカチュウのラインスタンプ持ってるくらい、割とピカチュウが好き。ちょっと何かの動物かわかんないんだけど、できました。多分できてないけど、ピカチュウです。これがね、尻尾がなんかこのね、稲妻マークだった気がするんですよ。あとまあ黒と黄色だったかな。尻尾これだよね、多分こういう感じ。30点ぐらいにしておきましょう。これは分からなかったんで。サザエさん、会ったことないからな。もうこんな感じだよね。うまくない？ここまでうまいよね。ここまでうまいよね。ここまで。ただですよ。あんななんか。ような目してたかなとか。あ、でもこれね、絶対誰だか分かるわ。これは結構マジでうまいと思う。はい、サザエさん、これうまいんじゃない？これ特徴を捉えてるよ多分。これだって見せたら絶対100人中90人くらいはサザエさんって分かると思う。もうちょっと分かるかな。髪型特徴的だし、あとね、鼻もね、こんな感じだった気がするんですよ。でも髪型を描けばもうみんな分かるって、やっぱすごい髪型ですよね。これはもう95点ぐらいで、はい、言っときましょう。来ると思ったんだよな、サザエさん来たらね、ちびまる子ちゃん来ると思ったんですよ。まるちゃんも髪型は結構あれだよ、なんか。まるちゃん、顔四角いな、確かに。まるちゃんでしょ。全然違う気がする。こういうの着てるじゃん。違うなってなったのは目で、もう違うなってなったから、大事なパーツなんだなって思ったけど思い出せない。あー、なるほどなるほどね。前髪がこうじゃなくて、こういう感じなのよ、まるちゃんの前髪って。こういう感じなんだね。3点で。トトロ、私何回か見てるしな。確かトトロは耳があります。あー、なんか違う気がしてきたよで、ね、なんかね、口がね、すっごい大きいの、なんかこれくらいあるのよ、口が。違うの、なんか袋みたいなのがあった気がする、お腹に。あ、傘か。傘がないんですね。で
も目だけは正しいと思うな。こういうさ目じゃ悪ってやっぱ難しい。細かい部分にやっぱ注目してないから大体のことしか分からなくて、まあ、こうなっちゃいましたっていう。これはもう30点ぐらいですね。まあこんな感じでしょうね、私のお絵描きなんか。でもこれマジですごくない？これがうまく描けたんでもう今日は満足です。また好評だった場合は第3弾もあるかもしれないのでコメント待ってます。あとなんかこういうの描いてほしいみたいなのがあったら教えてください。ありがとうございます。